彼方様の居場所は分かっている。あとはいつ動くかね。今すぐ連れ戻して儀式を再開しないと大変だって言うのに、なんでこんなことに。このままじゃ追っ手を出すこともできないわ。まずいわ、これは由々しき事態よ。こんな大赤字じゃ何もできないわよ。今月だけで漂流物が何十個も落ちてるじゃないのよ。まだ城下町は無事だけど、万が一被害が出たら今の蓄えじゃ全然足りないわ。ただでさえ発給で辛いのに、そんなことになったらリストラよ、リストラしかないわ。大切な部下をリストラなんて考えられないわ。でもこのまま赤字が続けば、私がリストラ。いやー、そうなったら誰が奥さんと二人の子供の面倒を見るっていうの。これから学校に入学して習い事もさせたいし、悩んでも仕方ないわね。アルバイト増やそうかしら。みずきちゃんからだわ。はい、もしもし。おーす、すーちゃん元気？元気いっぱいよ、どうかしたの？うん、お腹すいたから何か買ってきて。いいけど、私はパシリじゃないのよ。わかってるよ、すーちゃんは私のマネージャーさんだよね。本当にわかっているのかしら。それと次の仕事の予定は何？また暗殺とか？ちょっと待ってちょうだいね。次の予定は、早く一流のトップアイドルになりたいから、私バリバリ仕事するからね。スーパーアサシンアイドルとしていつでもどこでも華麗に暗殺よ。早く次の依頼が来ないかな。あ、みずきちゃんのファンレターなんだけど全部捨てたわよ。中身は全部僕を暗殺してくださいって内容だったからよ。だったら暗殺してあげるのに。ファンを暗殺していったら誰もいなくなっちゃうでしょ。あ、これね、次の仕事は、あ、次の予定分かったの？そうよ、これだわ。次の仕事は逃亡した相手を探し出して華麗な戦闘を繰り広げるアクション映画よ。本当に？私やっと女優デビューするんだね。そうよ、詳しいことは後で連絡するからね。うん、待ってるから早くね。あと買い物も忘れないでね。それじゃあまたね、バイバーイ。みずきちゃんには悪いけど、あいつの息の根を止めるんだ。手段は選ばない。さ、買い物に行きましょう。何にしようかしらね。第4話、忍び寄る敵とアイドル？それじゃあ、リゼリアさんは漂流物の調査をしているんですね。そうなのよ。でもなかなか進まなくて、ちゃんとした資料もないし、変なものが多いせいもあってうまくいかないのよね。大丈夫です、これからは私も手伝いますよ。私も手伝うからね。フロン、リオ、ありがとう。朝っぱらから俺様を無視して楽しそうだな。もう夕食のことまだ怒ってるの？ルキウスの分だけ用意し忘れたのは悪かったと思ってるわよ。ごめんなさいルキウスさん、私もうっかりしていて。
もういい。それよりもさっさと出かけるぞ。どこ行くの？調査に決まっているだろ。俺様は早く調査を終わらせて解放されたいんだ。そうね、悩んでも解決しないし、少しでも行動しないとね。愛と正義のために出発です。フロンは目的があるんだよね。私は何のために？目的と夢か、難しいな。ぶっ飛んでるシャイニースター、弾ける光、頑張ってるローリング、みんなで一つすごい ねえ、リゼリア、ちょっと気になる話があるの。どんな話？なんかね、この近くに通り魔が出ているんだって。通り魔？それで被害者は？被害者はいないみたい。なんかお店にあるレジを壊していくみたいなの。レジを壊してお金を奪っていくのね。ううん、それがお金は盗んでいないみたい。壊していくだけなんだって。何の目的でそんなことを？ひどいいたずらだって言われているんだけど、ちょっと気になったからリゼリアにも聞いてもらおうと思ったんだ。小さな悪でも見過ごせないよね。私たちも通り魔を探しましょう。うん、リゼリアならそう言うと思ったよ。みんなが集めた情報をまとめると、通り魔の特徴が分かったわね。オレンジ色の髪の毛に巨大な斧を振り回す20歳前後の男ね。それからどの現場でもレジを破壊するときにはお客さんが支払いを終えた後みたいね。こんな変な事件、一体誰がやったんでしょう？通り魔なんて許せません。今すぐ捕まえてお仕置きです。多分あいつよね。うん、特徴から想像すると一人しかいないよね。レジを壊す理由もなんとなくだが想像できるしな。皆さん犯人を知っているんですか？おそらくなんだけどね、レシートっていう人だと思う。レシート？名前がレシートですか？とにかく通り魔なんて見過ごせないわ。目撃情報はあるからすぐに追いかけましょう。ぶっ飛んでるシャイニースター、弾ける光。レシート！あんたは女神のリゼリアだったか。また会ったな。あなたに聞きたいことがあるの。最近城下町でレジを破壊する通り魔が出るらしいんだけど、あなたがやったんでしょ？リゼリア、ダメだよ。そんな犯人だって決めつけちゃ。俺んちはとんでもない過ちを犯してしまったぜ。では、あなたが犯人なんですね。ああ、認める。拍子抜けするぐらいあっさりと認めたな。ちょっと、調子が狂うわね。でも、素直に認めてくれたならいいんじゃないかな。それで、どうしてレジを壊したりしたの？レジで、レシートはいらないって言われると、つい熱い衝動に駆られて
よくわかりませんが、あなたは罰を受けなくてはなりません。そうね、このまま許すわけにはいかない。え、戦うの？はっはっは、王様の相手ふさわしいぞ。いけ、行くぜ。どこまで耐えられるかな。バースト。ここから頑張りましょう。はい、分かっている。カニミさん、ポリティ、いって、とっておきですよ。ラブ、いって、マジカルチェンジ。ラブ、正義の裁きを受けてください。いって、カニミさん、ポリティ、カニミさん、フロー、行くぞ。ラジャーです、ルキウスさん。いって、諦めろ。いって、暗黒マジック、テンション、いって、うわっはっはっは、驚け、俺様の力を見ろ。いって、くらえ、俺様の動き見えるか。終わりだ。いって、テンション、みんなの心を一つに。了解。いけ、いって、当たれ。私の特技見せてあげる。てりゃ、いって、来ないで。ミュー、行きます。行きますね。いって、薄紅、くらいな。そして終わりだ。見切れるか。ダメだろうな。さーて、こいつでしまいだ。俺っちのとっておき見せてやるぜ。それはもったいないことです。ご両親が一生懸命考えて名付けてくれた名前です。胸を張って堂々と名乗りましょう。俺っちが悪かったぜ。自分の名に誇りを持てなかった心の弱さが原因だ。分かってくれましたか。俺っちの心はまだまだ未熟だった。頼む、俺っちを仲間にしてくれ。あんたらと一緒にいれば強い心を持てる気がするんだ。リゼリア、いいよね。
このまま放っておくわけにもいかないし、保護しておいた方がいいわよね。調査も手伝ってもらいたいし。また被害者が一人増えたな。何か言った、ルキウス。いや、何も。レシートさん、共に正義の道を歩みましょう。よろしくね、レシート。感謝するぜ。俺っちの名前はレシート。世界も宇宙も股にかけるトレジャーハンターだ。レアと聞きつきゃ東へ西へ右左、時に飛んだガセネタ使わされることもあっけど、俺っちはそんなことじゃめげないぜ。さて、今回の俺っちのお宝は、おっと、こっから先は来週のお楽しみだ。来週も俺っちの活躍応援してくれよ。じゃあな。次回トレジャーハンターレシート第24話、強敵と書いて友と読む。すべてのレアアイテムが俺っちのもんさ。それはそれは一途な愛を感じますね。あんた、この私を差し置いて次回予告乗っ取りなんて、いい度胸してるわね。あんた、なかなかやるっすね。予想もしなかったところからの好敵手と書いてライバルの登場ですね。いや、だって渡された台本にそう書いてある。言い訳ならあの世で聞いてあげるわ。行くわよ、プリニータイ突撃っす。話が違う。ぶっ飛んでるアニスタ、弾ける光、頑張ってるローリスト、みんなで一つ。究極のスイーツを求めて旅立ったさすらいのスイーツハンターエトナ、ついに伝説のスイーツの手がかりを手に入れ、宇宙魔界へと降り立った。そこで出会った犬魔王を仲間に加え、エトナ、椿がびっくり堂のびっくりプリンを買ってきたぞ。すぐ行くからそこ置いといて。そこで出会った犬魔王を仲間に加え、次々に材料をゲットする。残るは伝説のパティシエールパメラを探し出すのみ。伝説すぎて死んでますけどね。次回ラブリースイーツハンターエトナ第19話、伝説の扉の先には、君はカラメルとキャラメルの違いがわかるか。やっぱりエトナ様がやると違うっすね。さすがエトナ様っす。惚れ惚れする次回予告っす。ま、唯一の見せ場っすからね。びっくり堂の巨大プリンのために軽く運動でもしておこうかな。しまったっす。なんで誰も止めてくれな、なんでみんないないんすか。いつの間に。エトナ様、早まらないでほしいっす。話せばわかることっす。オッケー、話し合いましょう。とりあえずあんたをプチッと潰してからね。それじゃもう遅いっす。うん、人はそれをどつき漫才というのだな。あー、うん、
ンシャスだ。カナタ様、ほっぺに生クリームつけながら喋らないでください。ぶっ飛んでるシャニスタ、弾ける光、頑張ってるモリスト。私、新しい漂流物が流れてきてないか聞いてくるね。私は向こうで聞いてみますね。うん、後で広場に集まろうね。はあ、情報収集って大変。でも少しずつ確実に進んでいるよね。もう二度とあんなことがないように、絶対にこの宇宙魔界の謎を解いてみせるんだから。そこまでにしておけ。あなた誰？そんなことはどうでもいい。それよりもこれ以上調査はするな。これは部外者が踏み込んでいい問題じゃない。おとなしく引け、女神。あなた、なんで私が女神って知ってるの？四天様を封印したのはお前だな。あなた、お城の関係者ね。そうよ、私が封印したわ。今すぐ封印を解け。四天様をこのまま封印すれば大変なことになる。何がどうなるっていうの？私には宇宙の治安を守る義務があるのよ。やめろって言われてもやめないから。そうか、なら仕方ない。無理やりにでも従ってもらおう。はい、もしもし。あ、うん、今大丈夫よ。うん、うん。え、ちょっと緊急事態ってどういうこと？死ぬ？すぐ行くから待ってて。急用ができた。悪いな、朽ち果てるのはまた今度だ。よくわかんないけど、とりあえずはいいのかな。それにしてもすごい力だった。携帯の相手って誰なの？あれだけの力を持った人が態度を変えるなんて。連絡してきた相手はかなりの強敵ね。水木ちゃん、どうしたの？あ、早かったね。怪我はないの？いきなりどうしたの？何か悩み事でもあるの？ないよ。え、だって緊急事態だ、死ぬって。そうなの。ねえねえ、そこのリモコン取って。ん？今すごいいい感じで座れたの。動いたら二度とこのフィット感が味わえないと思うんだ。だからね、リモコン取って。はい、どうぞ。ありがとう。もう帰っていいよ。リゼリア、漂流物の情報は聞けた？ううん、ダメだった。フロンとビオは？ダメでした。もうひどいんですよ。私のこと宇宙人扱いするんです。初対面なのに失礼ですよ。宇宙魔女っ子だって言ってるのに。ミオもダメでした。お客さんにも聞いたんですけど、これといった情報はないです。ここに来た時はみんな同じ扱いだよ。ああ、高
笑いしてどうしたの？何かいい情報があったんですか？その通りだ。さすがは俺様と言ったところか。何が分かったの、ルキウス？まあ落ち着け。話は UFO の中でゆっくりとしてやる。もったいぶっちゃって。しょうがないわね。一度戻ろう。それで何が分かったんですか、ルキウスさん？まあそうせかすな。おいリゼリア、お茶がないぞ。ま、とりあえず聞いてみようぜ。偉そうに。はい、これでくだらない情報だったら許さないから。いいだろう。なら俺様が手に入れた情報を話してやろう。最近ここに来たばかりの商人から聞いた話だ。どうやらそいつはずっと前にもここで商売をしたことがあるそうだ。それだけですか？話はこれからだ。そいつの記憶では前に商売した時は漂流物は一切なかったらしい。つまりだ、漂流物は最初からあったわけじゃない。いつからか何かをきっかけに流れてくるようになったんだ。あんたにしては割としっかりした情報ね。でもこれだけじゃどう調べていいかわからないね。その商人からもっと詳しく聞きたいわね。その人どこにいるの？あ、もう帰るって言って宇宙へ出て行ったぞ。なんで引き止めないのよ。でも少しは前進したよね。ありがとう、ルキウス。当然だ。俺様の情報に感謝するんだな。私も負けていられません。よし、それじゃあ調査再開さな。ミユもやります。もう一回街を歩いてみよう。ぶっ飛んでるシャニダ、弾ける光、頑張ってるローリンスト、銀河で一つすごい星。そこまでよ。闇をかけ満月を背に華麗に活躍するくのいち、スーパーサシンアイドルみずきちゃん、ここに参上。あなたを暗殺しちゃうぞ。覚悟せよ。え、何？私たち？ついに見つけた長年の仇。私はあなたを許さない。みんなの恨みここで晴らさせてもらうから。私何もしてないはず。これだから暴力で片付けるやつはやられた方はずっと覚えているんだぞ。きっぱりと否定できないところがちょっと切ないね。おいおい、何やったんだ？リゼリアお姉ちゃん、そんなひどいことをしたんですか？ちょっと待ってよ。恨みを買うようなことは何もないわよ、多分。ああ、やっぱりはっきりとは否定できないんですね。あなた、名前は？私が何をしたの？その声、もしかしてお姉ちゃんなの？いきなり何なの？ディゼリア、妹がいたの？長年の仇が実のお姉さんだなんて。あは、運命はなんて残酷なんでしょう。悲しすぎるよ。貴様の暴走は家族にまで及ぶのか？違うからね。私一人っ子だから。そんな、
それじゃあ生き別れの妹さんじゃないですか。こんな形で再会するなんて、私はどうしたらいいの。なんなの、なんなのよ、意味わからないんだけど。でも私はここで立ち止まるわけにはいかない。みんなのためだもん。たとえお姉ちゃんが相手でも私は全力で戦う。姉妹の美しい愛ですね。さあ、この愛を受け止められるのはリゼリアさんだけですよ。だから私は一人っ子で。大丈夫です、私がついてます。お姉ちゃん大好きだった。今からお姉ちゃんを倒すから覚悟せよ。あんたもいい加減にしなさいよ。何が目的か知らないけど手加減しないからね。逃げましょうよ。忍法勝利するだって。どういうことだ、いまいち状況がわからないんだが。え、書いた、いった。ね、じゃないでしょ、
あなたの遊びに巻き込まないでよ。びっくりするでしょ。本当の敵じゃなくてよかったな。これに懲りたら日頃の行いに気をつけるんだな。うるさい。よかった、ビゼリアお姉ちゃんが無実で。それで水木ちゃんはどうしてこんなことしたの？撃たれた。ちょっと叩いただけだよね。ビゼリアさん、暴力はダメですよ。愛を持って接しないといけません。アイドルに暴力を振るったらどうなるか分かってるの？もうなんで、せっかくアクション映画にデビューできると思ってたのに。パンちゃんには勝てないし、キャプテンエトナとかいうのには負けるし、もう最悪。キャプテンエトナ、あなたその人とどこで会ったんですか？知らないよ。スーちゃんに言って訴えてやる。羽頭のバーカ。ちょっと待ちなさい。まあまあリゼリア、そんな怒らないで。ふふふ、ついに尻尾をつかみましたよ。おい、どうかしたのか？私の宇宙戦艦を盗んだ報いを受ける時が来ましたよ、エトナさん。今度は何なの？ぶっ飛んでるシャニスタ、弾ける光、頑張ってる。つまりです、私はこの広大な銀河に愛を振りまくのと同時にもう一つの目的があったんです。実はですね、銀河美少女海賊キャプテンエトナという人を追ってきたんです。エトナさんはあろうことか私の大切なコレクションの宇宙戦艦を盗んでいったんです。人のものを盗むなんて許せません。お仕置きが必要です。そうだったんだ。そういえばさっきのあの子、エトナって言ってたもんね。コレクションを盗むなんて最悪の行為だぜ。はい、盗むのは良くないです。こうしてはいられません。すぐにでも取り返さないと。でもどこにいるかわからないよ。大丈夫です、こういう時にはちゃんと愛と正義のお導きがあるものです。愛と正義、貴様にはそれしかないのか。ルキウスさん、愛と正義は大事ですよ。いいですか、あなたは今間違った道を歩んでいます。私とリゼリアさんが正しい道へと連れ戻してあげますから、安心してくださいね。さあ行きましょう。エトナさんという泥棒を倒すことが正義への道につながります。話せ、俺様は暗黒勇者だ。とりあえず行こうか。うん、そうね。お久しぶりです、ロマンチストな幽霊モカですよ。漂流物の探索には慣れましたか？いろいろなアイテムが漂流してきているので、どんどん探索してくださいね。ここだけの話、漂流物にある重力場を壊すのがとっても重要な鍵になっちゃうらしいですよ。モカには何が重要かわからないんですけどね。ということで、たまには息抜きしましょう。今からフリータイムですよ。新しい仲間と冒険するもよし、いろいろなアイテムを拾うのもよし、強いモンスターを倒すのもよし、宇宙魔界をぼーっと眺めるのもよしです。気づいていますか？時折キラキラ星の流星群が見られたりするんですよ。
運よく見れたら特に何もないですけど、ちょっぴり幸せになれるはずです。あ、ちなみにですね、何日か経過すればイベントが発生しますよ。時間が経過したらワールドメニューのイベントを見てみましょうね。それではみんなの心に星のきらめきが宿りますように。いらっしゃいませ。いつまで休ごゆっくり。さてと、夢の中で魔王にでもなるかな。みなさん、ラジオ体操の時間ですよ。また来てくださいね。いつまでごゆっくり。もう寝ましょう。まずはテンションの。また来てくださいね。おい、何をしているんだ。切手を整理してんのさ。切手？貴様、武器以外にも収集していたのか。昔のコレクションをたまに眺めるのもいいもんだぜ。武器の収集を始める前はこうした小物の収集をしていたんだ。いろいろやったぞ。最初は牛乳瓶の蓋から始めて、次に王冠、コースター、メンコ、バッチ、ベーゴマ、それからお菓子のおまけシールにボトルキャップだろ、ご当地キーホルダーに、あ、もちろんトレーディングカードも網羅したぜ。あー、それはなかなか。確か、もうメールならこんな面倒ないのに遠距宇宙は不便だな。あ、これこれ、一枚ちょうだい。あ、ああ、なんてむごいことをするんだ貴様というやつは。それでも女神なのか。この切手は俺様の懐を潤すじゃなくて、レシートの大事なコレクションだぞ。切手を使ったぐらいで大げさね。何か不都合でもあるの。大金を手に入れようとしていたのに。あんたの方がひどいじゃない。どっちもひどいです。使うとか売るとか、お二人の勝手な行動の被害に遭われたレシートさんがかわいそうです。うん、フロン、これはね、愛の試練、うん、愛の無知、そう、愛の無知だったの。適当に愛ってつけておけば私が黙るって思っていませんか。私はそんな安い愛には騙されませんよ。貴様の安売りどころか押し付けの愛よりはマシだ。俺っちの切手が。いらっしゃい。いつごゆっく。もう寝ましょう。みなさん、また来てくださいね。なんですよ。なんか騒がしいことばっかり起きるわよね。そうだね、リゼリアといると退屈しないかも。リゼリアお姉ちゃんと一緒にいるとミュウは楽しいです。確かに退屈しねえかもな。最悪を引き寄せているんじゃないだろうな。
ねえ、そんなわけないでしょ。やれやれ、自覚がないのか。まあいい、さっさと帰るぞ。あのね、ルキウス、私だってね。待って、誰かいる。調査は順調か、メガ。あなた、この前の私に何か用？シュテン様の封印を解いてもらおうか。お断りよ。魔王の封印なんか解くわけないでしょ。リゼリアさん、あの方は一体？魔王って犬魔王さんのことですか？いや、犬魔王の父親のことよ。多分だけど、この人は魔王の側近じゃないかな。俺様のテンションを警戒させるとは、そこそこ戦えるようだな。言っておくが、俺様たちは今から帰るんだ。邪魔をするようなら力ずくで排除するぞ。メガ、今すぐ封印を解け。お断りよ。おい、俺様を無視するな。俺様は暗黒勇者ルキウスだ。一応聞いてみただけだ。話をして素直に応じてくれるとは思っていない。話は終わりだ。悪いが全員消えてもらおうか。正義のヒーローに逆境はつきものですね。痛いでしょ。終わりにしよう。ひどいです。やっ、ひどいです。やっ、痛いじゃない。切る。これで痛ついてこられるかしら。痛いじゃない。切る。痛いじゃない。ドリュー、カッチン。痛いじゃない。薄紙。痛っ、落ちすぎる。くらい。痛いじゃない。俺様の動き見えるか。テンション。これはどうだ。終わりにしよう。みんな気を引き締めてね。分かっている、はい、いた。これはどうだ。うわ、
女神の力、甘く見ないでよ。暗黒勇者の力もだ。トレジャーハンターは必要なら魔獣でも蹴散らすんだぜ。これが愛の力です。ミュだって戦えるんです。私の錬金術もすごいからね。どうやら女神たちの実力を過小評価していたようだな。女神、貴様は誰に頼まれてここを調査しているんだ？別に頼まれてやっているわけじゃないわよ。私は自分の意思でここを調査しているの。自分の意思？誰にも命令されず単独行動でここへ来たのか？そうよ。私は本部の命令じゃなく自分の意思でここを調査しているのよ。なるほど。今日はここまでにしてやる。まだやることがあるのでな。貴様、自分から戦いを仕掛けておいて逃げる気か？ルキウス、追わなくていいよ。はぁ、びっくりしたよ。何だったんだろう。なんか、いかにも悪役って感じの人でしたね。はぁ、なんかいっぱいいっぱいでした。女神がまた何かやったんだろう。封印とか言っていたしな。うるさいな。私にだっていろいろあるのよ。まあまあ、敵はいなくなったんだし戻ろうよ。ほら、リゼリアも帰ろうよ。うん。